どうも、ギズモノジャパンのリチャードです。 MacBook Pro 16インチが11月に発表されました。でその時の処方は網頭さんが動画出してるんですけど、今回実機が届いたので1週間使っていました。 MacBook Pro 15インチの後継モデル、 MacBook Pro 16インチのレビューです。 MacBook Pro 2016 No, MacBook Pro 2019 16 inch Let's get right in。僕の Mac に対する立ち位置なんですけど、一言で言えばもう大ファンなんですよ。 MacBook Air 13インチがこう封筒から出されて発表された時からもう大ファンで、その後2012の極厚アルミニウム塊 MacBook Pro 15インチ使って、これ3年ぐらい使った後 SSD に換装してまた 2,3 年使って、2016年にタッチバーの MacBook Pro 15インチにして、今年 MacBook Pro 16インチになってっていうところの、もう結構長い間 Mac 使ってきた中で今回どう思ったのかっていうレビューです。で今回の MacBook Pro 16インチの変更点は、実は全部ユーザーの声に傾けたものだったんですよ。でそれは一 Mac ファンとして嬉しいって感じつつも、ちょっと寂しさもあるなっていう感じです。話戻して、変更点は今回主に3つあります。キーボードがバタフライからシザー式になった、熱設計放熱性能が良くなった、であと画面が15インチから16インチにちょっと大きくなった。まあキーボードなんですけど、これ元々の15インチでバタフライキーボードっていうのが搭載されたんですね、2016年モデルで。でこれ何かっていうと、キーストロークが 0.5 ミリぐらいのめちゃくちゃ薄いキーボードだったんですよ。でそのおかげでこの筐体が薄く押さえられてるっていうのはあるんですけど、めちゃくちゃ問題が多発したんですね。例えばキーが反応しなくなったり、もしくは1回しかタップしないのに2回入力されたり、問題は尽きなかったんですね。でこれふぅ僕の場合 B なんですけど、ゲームで B が結構大事な役割を持ってるんですけど、押して反応しない時と押して2回反応する時があって、それでもうゲームの中で死ぬんですね。何回これを殴ろうと思ったか。とにかくそういうのはプロの方にとってはもう致命傷だと思うので、それをやっと直しました。まあ直したっつっても、バタフライの前のやつがシザー型だったんで、プロの意見を取り入れて反省してシザー型に戻した。で実際使ってみると、もう本当にそうそうこれだよっていう感じですね。例えばこれだと押してすぐ底つくんですよ。割と指の先が潰れる感じがして若干痛くなる。こっちはちゃんと押し込んでる感じがして、結構ソフトなんで指の先も疲れない。やっぱキーキャップがこっちの方が大きいからタイプしやすいですね。で細かいところ言うと、エスケープキーのカムバックは本当にもう大正義で、タッチバーがたまに起動しないことがあるんですよ。もう何も表示されない、何もコントロールできない。で再起動しないと僕直せなくて、その時エスケープキーが押せないんですよ。でエスケープキー押せないと僕アプリの強制終了ができなくて、毎回イライラしていたんですけど、こっちはもう安定してコマンドシフトエスケープできます。コマンドオプションだっけな。で次の変更点が、熱設計が良くなった。これもやっぱりプロの意見取り入れて反省したなっていうところです。2018年の15インチモデルに顕著だったのが、 i9 の CPU 選んで高負荷なものを処理しようとするとサーマルスロットリングっていう問題が起きるんですよ。要はCPU とか GPU に高い負荷をかけ続けて温度が上がりすぎちゃうと CPU と GPU が壊れちゃうので、ソフトウェア側で処理を抑えて CPU と GPU 守るっていう、それがサーマルスロットリングなんですけど、それが2018年の15インチモデルでもう多発しまくっていた。だからもう仕事になんなかったっていうプロが多くいたんですね。でそれはソフトウェアアップデートで直ったんですけど、今回はもうそもそも放熱性能自体上げようぜっていう、もう 28% ぐらい放熱性能上げようぜっていうところで、まず筐体がちょっと熱くなって、ファンの空気の出るところも大きくなって良くなりました。放熱が使っていて思ったのは、ファンのノイズがちょっと大きくなったかなっていうところ、あとしっかりサーマルスロットリングないようになっているので、まあプロの僕は MacBook に Windows 乗せてゲームやるくらいしか高負荷なものやってないんですけど、こっちで例えば60フレームとか出ていたのが、こっちだと安定して80とか出て、こっちではたまにフレームが落ちるのが、こっちは落ちないみたいな。で、次の3つ目の変化が、画面がちょっと大きくなって16インチになったっていうところ。これはもう単純にベゼルが細くなったので正当な進化で、高画質にもなっていて、で体感ちょっと黒がより黒くなったかなっていう感じがします。色もいいですし、動画見るのにも適してますね。最高にいい液晶画面です。でそれに伴って筐体もちょっと大きくなっていて、2016年モデルと比べると若干奥行きがあって、幅も増していて厚みも若干増しています。で重さも 200g 増えてちょうど 2kg になったんですけど、正直言って重さはほとんど感じなかったです、その差は。逆に厚さとか
結構感じましたね。筐体が大きくなったおかげで、まあ、キーボードのストロークも長くなったっていうのもありつつ、バッテリーも飛行機持ち込みサイズギリギリの 100Wh に増加しました。でそれによってバッテリー持ちが良くなったかっていうと、体感だとそんなに伸びてないですかね。ということで、その3つがメインな変更点なんですけど、じゃあこれプロの名前を持っていて、プロは実際使えるのかっていうところ。 MacBook Pro 16インチはこういうスリム型のノートブックとして結構スペックが高い方なんですけど、プロの作業がじゃあ全部これでこなせるかっていうと、多分そうじゃないんですね。これ MacBook Pro 16インチっていうのはもう MacOS のために存在するもので、 MacOS を手軽に持ち歩けるサイズで最高のスペックを発揮するものが MacBook シリーズの中の MacBook Pro っていうもので、これはアップルが今出せる最高のポータブル MacOS 実行デバイスっていうわけです。なので本当に高負荷な作業をするプロの人たちは、多分 iMac Pro だとか、これから発売される Mac Pro とかも買ってサクサクと作業をこなすと思うんですけど、それが持ち歩けないっていう時はこれを使ってねっていうのが MacBook Pro 16インチの僕のレビューなんですけど、使っていて感じたエモーショナルなところで言うと、これらの変更点って先ほども言った通り、プロの意見を取り入れてスタイルを優先してしまった15インチを反省して、それ全部直してきたっていうのが今回の変更点の大きなテーマなんですけど、これはやっとアップルが僕らの言うことを聞いてくれたっていう嬉しさもある反面、やっぱり MacBook Air 13インチでアップルが打ち出したモバイルコンピューティングの未来はこれだっていう、その時の衝撃もうアップルにはないんだなっていう寂しさもありますね。っていうのもアップルがMacBook Air 13インチ出した時に、もう業界は震撼して、インテルがウルトラブックを打ち出して、 Windows パソコンもどんどんデザイン性も良くして、操作性も良くして、性能もいいまま筐体小さくしてっていう、アップルらしくなったんですよ、 Windows パソコンたちが。でそこはすごく感謝しているんですけど、僕の思っていたアップルの業界を動かす力っていうのはだんだん失われつつあるのかなっていう気がして、そこがすごく寂しい。まあ、今年16インチのモデルが発表されるって噂が出てきた時に、今度どんな驚きを PC 業界に持ってきてくれるんだろうって期待していたんですけど、箱を開けてみたら僕らが言っていた文句を全部聞き入れて、それを直して綺麗な形にまとめてくれたっていう、言ってしまえばアップルらしくない、でも僕らが欲しかったものはそこに存在していて、でもそれ以上の驚きはないっていう、そんなデバイスです。多分、アップルって新しいデザイン出すとそれに大体3年はしがみつくんですよ。バタフライキーボードどんなに問題が発生してもそれにあと3年付き合ったんですよ。なので次の2022年の末に出るであろう新しいデザインの MacBook Pro、 それに向けて今度は僕らの言うことを聞いてくれるアップルになったんだから、どん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 僕らの声を出していこうじゃないかと、ここからここに来る時に変更されなかったけど次変更してほしいことをバシバシ言います。まず Face ID ですね。 Windows には長らく Windows Hello っていう顔認証の機能があるんですけど、とりあえず上に Face ID 載せてほしいです。それに伴ってウェブカメラも良くしてほしいです。今って 720p のウェブカメラなんですね。これをそろそろフル HD にしてもいいんじゃないかと思います。素材ですね。最近の PC 業界だとマグネシウムが流行ってるんですよ。 Surface だとか LG グラムはめちゃくちゃ軽くて、でも剛性はちゃんと担保している。 Apple もマグネシウムいいんじゃないでしょうか。そしたら1キロ後半ぐらいに収められるんじゃないかと思います。今 GPU って AMD のものしか選べないんですよ。 NVIDIA の GPU も使いたいっていうのがあるんですね。それに対してソフトウェアが最適化されていたりだとか、あと NVIDIA の CUDA っていう GPU のコアを並列コンピューティングに使うプラットフォームがあるんですね。例えば機械学習だとか AI を使ったソフトウェアの機能、例えばなんか動画編集でも顔認識するとかっていうのを CUDA 使うんですよ。それが今使えなくなりつつあるので、もし可能であれば NVIDIA と Apple が仲直りして2022年は NVIDIA の GPU 使えたらなって思います。もしそれがダメなんだったら AMD の今 RDNA っていう方針で GPU やってるんですけど、それで並列コンピューティング使えるように AMD に強くプッシュしてほしいですね。そうすると AMD の GPU で CUDA でできることができるようになる。プロも大喜び、僕も使うことは少ないだろうけど大喜び。今北米でホットになっているリペアビリティっていうところなんですけど、何かっていうと自分で買ったプロダクトなんだから自分で修理できるようにしてくれよっていうことなんですね。今って自分で修理しようとしてここ後ろ開けちゃうと、もうその時点で保証範囲外になっちゃうんですよ。それアンフェアじゃないっていう、自分でお金出して買ったのに自分で自由にできないってどういうことっていうところで、そうじゃなくてもうアップルのパワーがあれば交換制にできるんじゃないかっていう期待です。 RAM と CPU と GPU とストレージ全部今ハンダ付けされていて、もうマザーボードに組み込まれていて一切剥がすこともできないんですよ。例えばこれ壊れてしまったと、今だとアップルに持っていかないと直せないですけど、リペアビリティが高い端末だったら自分で開いて直してすぐまたプロジェクトに戻れる、そういうリペアビリティの高さも今後アップルならやってくるんじゃないかっていうふうに期待してます。お願いします。
最後にこれ細かい点なんですけど、キーボードとパームレストとこの閉じた時の画面の距離、これ今すごくスリムになっていて、手汗の多い僕からするともうここにちょっと溜まった手汗が閉じた時に画面に映っちゃうんですよ。単純に汚いし見苦しいので、少なくとも汗が映らないようにしてほしい。じゃあ皆さんはどうですかね、 MacBook Pro 2022に期待していることをコメントしていってください。いいね、シェア、よろしくお願いします。 See you!